宮崎県。その自然、文化、歴史は神話につながっています。本日は日本のルーツを知る神話の国で神楽を堪能します。達人の道はご覧のスポンサーの提供でお送りします。相続のご相談は夢相続へ。家族の絆が深まる相続にするためには生前から相続対策が必要です。夢相続は相談実績1万4千件以上、皆様に合った相続プランをご提案いたします。相続に関するセミナーや勉強会も実施、無料相談もできます。相続の悩み、夢相続へお任せください。達人の道、神楽が200以上ある宮崎県。その中に高原町があります。かつて神々が暮らした高間ヶ原が町名の由来になったと言われるところです。天孫降臨、神武天皇生誕の地と言い伝えられています。その高原の冠名は2つ。神武天皇の幼名笹の御事に社名が由来する佐野神社で伝承されている佐野神楽と、険しい山々が幾重にも折り重なる霧島連山にある霧島東神社に奉納される祓川神楽。高原の冠名として、共に国の重要無形民俗文化財に指定されています。平成30年12月8日、祓川神楽奉納。神楽を舞う場所まで神様をお迎えする神事に続き、夜を徹して33番の神楽を舞います。それではおよそ12時間舞い続けた祓川神楽、そのダイジェストをお届けします。祓川神楽で最も重要な舞で、中心メンバーが舞い手となります。
式三番は豊年を祈り繁栄を祝うめでたい舞。地割り。ただいま、プロトコルを拝見するに行こう。親を飾り皆を手をこしらえ、もも心配を始め、Thank you.
真剣の舞がしばらく続くと、途中で緑の狩り衣を着用し、藤の鞭を2本持った子供が登場します。知らせの後も払い川神楽。相続の悩み、夢相続へお任せください。夢相続は相談実績14,000件以上、皆様に合った相続プランを相続コーディネート実務士がご提案します。相続に関する書籍も多数出版、セミナーや勉強会、相談会も毎月開催しています。夢相続はオーダーメイド相続をご提案します。達人の道、神楽の達人。神楽を見に来られる方々には食事が振る舞われます。この日の払い川神楽では、豚汁におにぎり、神楽そば、おでん、手羽先などなど。ちなみにこの神楽そば、お店で提供しているものとほぼ同じ。おもてなし、お迎えしてくださる気持ちがありがたいですね。さあ、夜を徹して舞う払い川神楽、日が変わり牛蜜時へ。田の神、一番冷たい大の神、なかなかよくは鬼門じゃけど、惜しいことにはトコジンドンの背中なんぼに満足の中を縫い付けて、おばあ命の先走りというもんでございます。すくてすんで救われこれは召し替えというもんでございます。この木は霧島山のゼゼラ谷というところにありまして、本木を切った時には右から切った時には右の方からチーンチリーンチリーン、左から切った時には本気を左の方から
ちりあちりあちり、おもちゃめどさっ膝倒れたって名言がてきたちゅうこっちゃれば前の人とはお目にかけましょう。おっぱじゅうににんつるぎ。宮崎県高原町払い川神楽もいよいよクライマックス。霊剣新たかな高千穂の峰を望む高原町の神楽は神目と呼ばれ、宗剣上の影響を色濃く残していることで知られています。起源は室町時代に遡るとも言われる払い川神楽。かつて神楽の季節が近づく実りの秋を迎えると、田んぼのあちらこちらから神楽歌が聞こえてきたという払い川地区。神楽は常に地域の人々と共にあり、地域の絆を強くする大切な役割を担っています。
からを舞い終えると神主、立ちからの鬼神たちは神楽宿に向かいます。舞い手が地割りで使用した4本の矢を射込む神事が行われた後は、観客にもイワシが振る舞われるという全国でも珍しい光景。その頃、払い川神楽の33番目花舞が回れます。日の餅を365個、月の餅12個をお盆に乗せ、片手に持って餅を落としながら舞います。観客が御小屋に入ることが許される演目で、お餅を持って帰ると寿命が延びると言われています。払い川神楽はですね、まあ、年数からいくと、まあ、400年ぐらい前から舞い続けられてきております。五穀豊穣、いわゆる感謝祭という意味を込めて、まあ、年一回こんな形で、霧島東神社の奉納神楽として回り続けてきたところですね。剣の舞が多くて、刀の舞、あるいは薙刀、まあ、そういう舞が多い他の神楽とすると、ちょっとそこら辺りが特徴的かなと。一番多い時は70個数ぐらいあったんですけども、まあ、それが今52件ぐらいに減りまして、で、どこも、まあ、どこも同じ状況だと思いますが、もう舞い手がだん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 少なくてきていると。これから先がもうちょっと、まあ、なかなか大変だなという思いはいたしております。息子、そして孫、まあ、彼らが一生懸命頑張ってる姿を見たときに、まあ、この部分だけを見たらですね、まあ、まだまだ先細りじゃなくして、まあ、なんとかかんとか現状維持ができるのかなと。で、まあ、これから先ですね、彼らがどういう形で出るか、楽しみにいたしておりますね、はい。達人の道はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。次回達人の道は相続相談の達人、家族の絆を深めるチャンスとなる相続、その専門家達人が登場します。